もこちら、あげるです。今日はですね、アコギを始めたい方向け、アコギの初期費用についてのお話をします。いくら出せばいいのって話ですね。まあ新しく何かを始めるってそれはお金かかるじゃん。でギターっていくらするの、いくらのならまあいいの、今日はそんなお話をしたいと思います。では早速結論です。アコギいくらで始められるか、1万円で始められます。でもうちょっとまともなので始めたい方は4万円になります。こんな感じですね。結論ファーストいい動画ですね。はい、まずこう通販サイト、まあ Amazon とか楽天とかの大手のところがいいです。そこでまあアコギ安いとかアコギ激安とか検索してみてください。そしたら1万円以内のめちゃくちゃいっぱい出てきます。しかも何点セットとか言って必要な、なんか必要なものが全部揃ってたりするのよ。まあ何が必要かについて詳しく話すとちょっと長いから、すでに出してる動画よかったら気になったらこっち見てください。でもまあとりあえずそういうのが全部揃ってるセットが1万円以内とか、まあ1万円前後で手に入ります。なのでそれを買えばあなたはギターを始められます。おめでとう。で、ただまあ当然込み込み1万円のギターっていいものではないんだよね。というかまあ言ってしまえば悪いものと言った方が早いレベルとも言える。まあそれはね、こういろんなパーツがさ、こうなんかついてて繊細なこう作りになってて、でこう流通とか販売店のコストとかも入れて、なんで1万円で買えるんだって確かに考えてみよう思うよね。なのでまあやっぱり大したものではないじゃない。値段にしてはまあまあかなみたいなのもあるけど、まあ大体どれも一緒です。なので1万円のギターってのはそんなにいいものではない。こんな動画でね、その1万円のギターあるよみたいなの言うと、多分そんなお前のせいで挫折する人がかわいそうだみたいなコメントもいただくかもしれません。こんにちは、ありがとうございます、スルーします、もうどんどん次に行きますよ。なのでもしもうちょい予算を出せるんだったら4万円出しましょう。4万円出してください。ここまで出せたら最初の1本としては合格ラインかなと思います。ヤマハとかの、ヤマハっていう名前ぐらい知ってるでしょ、あのヤマハですよ。ヤマハの入門ラインナップとか、あの辺がまあ手が届くわけですね。でそのピックとかストラップとか、こういうのももちろん付属品も全部揃うレベルです。でやっぱりその3万円台4万円ぐらいのって、1万円ラインとは全然ギター自体の品質が違います。音質、その音の良さっていうのはまあ初心者だとギリギリ分かるかわかんないかっていうぐらいなんですけども、とにかく弾きやすさが違います。なのでまあさっき予想したその激安ギターなんか買ったら挫折するに決まってるだろうっていう意見、あれね、正しいっちゃ正しいのよそうなのよ。まあでも僕そういえば1万円のギターがおすすめですとは言ってないよね。うん、まだマシなメーカーすらもどことは言ってないよね。だって本当は僕も3万円台からのギターを買ってほしいんだ。とはいえ、まあ、お買い物はお買い物です。3万円の買い物するには3万円払わなきゃいけないんですね。そんなあなたにリボ払いっていうとってもお得な制度が、とか言う人はもうやめた方がいい。そういうことじゃないじゃん。そういうことじゃないじゃん。なので、つまり、人それぞれいくら出せるか、これって、まあ、経済状況も意気込みも違うわけじゃん。なので、まあ、僕は、とりあえず今回はいくらならアコギを始めることができるかっていうことだけお話ししてます。選択は皆さんにお任せします。でね、これ僕がいつも言ってることなので、昔から動画見てくれてる方は聞き飽きたかもしれませんが、まあじゃあ今日も言うね。ギターって始めないと弾けるようになんねんだよ。そりゃね、そのいいギターの方が弾きやすくて上手くなりやすいかもしれないよ。でもそもそもギターを手に入れなきゃギター弾けるようにならなくない？で僕がここでさ、そうだな、じゃあ3万円払えないんだったらギター始めるんじゃねえとか言っちゃったらさ、そこでこうギター弾けるようになりたい、やりたいなと思ってる人たち、でも踏み出せないっていう人たち出てきちゃうよね。ああでもな、ギター弾けるようになりたいなと思い続けることになるじゃん。これが一番良くないんじゃないかなと思います。だったら1万円のギターでももうとにかく始める、機能が少ないとかないのよ、一緒一緒。うん、なのでそれで始めて大丈夫。あとはやる気だよ。やる気はさ、そのあなたの内側から湧いてくるもの、それって無料でしょ、それを使えって。だから半年後に3万円のギター買うのと、今週、いや今1万円のギター買うの、半年後1年後にどっちの方がギター上手くなってると思う？そりゃ今買った方だよ、絶対。まあでもね、あなたのやる気がないんだったらまあどっちも無理ですけどね。うん、なのでやる気があるなら今買っちゃった方がいいんじゃないかなって思いますよっていう感じです。はい、僕からのお話はまあ以上かな今日は。はい、そんな感じです。おお、ちなみにもう一つ無料で使える便利なものがあるの、これお知らせしといた方がいいよね。それこれです。萩原優ギター教室、この YouTube チャンネルでございます。イエーイでこれまでの動画全てが初心者ギタリストさんのためのものになってます。で今初めて僕のこと知ったっていう方もいますよね。で ありがとうございます、こんにちは、萩原です。まだギターを買ってないっていう方であれば、あなた向けの再生リストをすでに作ってあります。レベル0ギター選びみたいな名前だったと思う。まあ、さっき
き言ったそのギターと一緒に買い揃えるものみたいな動画もあるし、アコギとエレキの違いとか、アコギの選び方とか、ネットで買ってもいいですかとか、中古ってどうですかとか、独学でもできますかとか、ギター弾けるとモテますかとか、そういう動画が入っていた気がする。で、あとはこのみんなが知りたいことリストみたいなのも、このふんわりした名前なんだけど、それも作ってるのでよかったら見てください。で、すでにギター買ったよって方、うちのチャンネルで一番いい動画がありますので、ちょっとそれ紹介するね。ギター買ったらどんな練習したらいいのっていうロードマップになってる動画ですね。これもうなんなら僕の全てがこの動画に詰まってると言ってもいい。まあ、現段階でうちのチャンネルどんぐらいなんだろう、250本ぐらい動画あるんですけど、この1本だけでもいいです、見てもらうの。ぜひご覧ください。本日は以上です。今日はアコギの方向けのお話でした。アコギを始めたいって方向けですね。そのうちこれエレキの初期費用っていうほぼ同じような内容の動画も撮ろうと思ってます。エレキの方が若干この必要なものって多いもんね。アンプとか必要だもんね。なので気になる方もいるかなと思うので、そのうち撮影します。まあ、みんなは、あ、また同じ話、そう、同じような話すんだよ、多分、その時も。なので、その時は温かい目で見てください。高評価ボタンも押してね、この動画にも、この動画にもお願いしますよ。はい、それでは、あなたの無料のギター講師、萩原由美です。チャンネル登録していただいた方は他の動画でお会いしましょう。バイバーイ。